して。はじめまして。この番組ではじめまして。どうも。熱唱といえばもう秋川さん。そうですよ。スタジオは熱くなりますね。そうですか、ね。よろしくお願いいたします。はい、ますイオマンテの夜は昭和25年発売です。去年の NHK 連続テレビ小説エールでモデルとなった国民的作曲家の古関裕而さんが手掛けて大ヒットしました。秋川さん、この歌うまく歌えたら気持ちいいでしょうね。そうですね、いつもこう自分の歌声に不満ばっかりなんですね。なんでここがこういう声で歌えないんだろうとかっていう不満ばっかりなんだけど、この歌歌ってる時だけは、あ、俺ってうまいと。いやでもその通りですよ、本当に。この歌歌うともう自分はもう日本一だと思いながら歌ってた時に、はい、島津さんのこの歌聞いた時に、あ、やばいと思いました。